県内ではきょう3710人の感染とこれまでで最も多い12人の死亡が確認されました感染が確認されたのは仙台市発表分が1922人県発表分が1788人の合わせて3710人です仙台市を除いた各地域の保健所別で感染者が最も多いのは大崎保健所で282人